面接を無双しろ。滑らないキャリアエージェント代表の末永です。今回は面接官が採用したくなる発言3選について、今まで4000人以上の転職者の支援をしてきた転職エージェントとしてご紹介させていただきます。このチャンネルでは理想のキャリアを実現するための情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。転職面接の日が近づいてくると、自分は本当に採用してもらえるだろうかと不安になる方も多いと思います。そんな際にこういうことを言えば採用されやすくなる発言とかないかなと考えたりする方もいるのではないでしょうか。まさかそんな言葉あるわけないでしょうと呆れる方もいるかもしれませんが、実はそんな言葉が存在するんです。さすがにこれだけ言っとけば絶対採用されるなんて約束はできませんが、採用がぐっと近づく発言は間違いなく存在します。そこで今回は面接官が採用したくなる発言3選をご紹介します。それでは早速本編に入っていきましょう。採用したくなる発言の一つ目は、会社への貢献を前提にしている発言です。例えばこんな発言が当てはまります。入社後可能な限り早く御社で活躍貢献したいと考えております。そのため現在御社で成果を上げられている社員の特徴や入社前に押さえておくべきことをお伺いしてもよろしいでしょうか。この発言、あなたが面接官だったら採用したくなりませんか。少なからず終始給与や待遇ばかりを気にする発言をする人よりも、会社に貢献することを前提にしている人の方が採用したくなるものだと思います。少し汚い話ですが、究極心の底からこのようなことを思っている必要はないんです。このようなマインドや前提を持っているということが面接官に伝わることが大切なんです。企業は売上アップや業務改善など利益の拡大を目的にして人材を採用していますよね。そのため面接官の立場からしても、自分のメリットしか考えてないなという人よりも、この人は採用後も会社で頑張ってくれそうだなと思えた方が採用しやすくなることは確実です。現職に不満があると、ついつい自分のやりたいことや学びたいことに視点や発言が偏ってしまいがちです。自分がこの会社に入社したいと強く思うのであれば、自分のメリットを確認するよりも相手にメリットがあることを伝えるように意識してみてください。このたった一つのポイントだけで結果が大きく変わることをお約束します。採用したくなる発言の2つ目は、入社後に再現性高く活躍できると分かる発言です。例えばこんな発言が当てはまります。前職の営業では売上目標 150% 達成の実績を出しました。新規開拓を中心に行っていたのですが、アポ獲得から受注までのプロセスの中で、特に商談をどれだけ多く実施するかが重要だと考えていました。そこでアポ率を向上させるために、電話はもちろん手紙やメールなども活用することで商談数を2倍に増やすことができました。結果として同等でお伝えした成果を出すことができました。面接官にとっては今の仕事でどれだけ成果を出しているのかと同じくらい、その成果にどれだけ再現性と汎用性があるかを重要視しています。転職者の方が意外と見落としがちなのが、その成果は今の環境があってこそ出せたのかもしれないという点です。自信満々に、私は成果をたくさん出してきました、そのため御社に転職後も継続して活躍できますと言われても、いやいや待て待てとなりますよね。その成果はなぜ出すことができたのか、転職後なぜ活躍できると思っているのか、ここを言語化してあげないと面接官も不安が残り、採用するハードルが高くなってしまいます。今の会社で起きた事実や環境、現職のメンバーと比較した数値、改善したポイントなどを簡潔にまとめられているとグッドです。そうは言っても、いきなり自分が活躍できた要因を一人で分析し、さらにそこから自分の強みとして把握することはかなり難しいものがあると思います。それに限らず、そもそも自分は今の環境で活躍できているのかなと転職の前に不安になる方もいるのではないでしょうか。またこのようなことを上司や会社のメンバーに相談するのは、いきなりどうしたとか転職するのかと思われて気が引けてしまう方もいると思います。そんな懸念がある方は、勤務先以外の友人や外部の転職相談サービスに話を聞いてみるのがおすすめです。実際に弊社でもマジキャリというキャリアコーチングのサービスを提供しています。自己分析を通じて、その人の強み弱みありたい姿から逆算して、一緒にキャリアプランを考えるものとなっています。
無料相談も受けたまわっておりますので、もし自分一人では自己分析やキャリアの棚卸しが難しいという方は概要欄から相談してみてください。採用したくなる発言の3つ目は、周りと協力した結果成果を出せたと分かる発言です。つまり自分の人間関係構築力や協調性をアピールする発言です。例えばこんな発言が当てはまります。現職で一定の成果を上げ続けてきましたが、所属部署は新しく発足したばかりで未経験者中心の組織でした。そのためリーダーやマネージャーという役職ではないものの、新人に対して業務指導やサポートを積極的に行うことで、上司から個人成果以外の評価も受けていました。日本企業も外資系企業のように必要な業務内容に適したスキルや経験を持つ人材を採用するジョブ型雇用に転換している流れはありつつも、それでもメンバーシップ型、つまり新卒採用のように総合職として採用を行うような人事制度や組織が多いです。この先雇用の形も変化していくとは思うものの、まだまだこの形態は続いていくと思います。そのため個人主義で組織よりも自分の成果や働き方を重視していると分かるような発言は、ごくごく一部の超卓越した人材以外お勧めできません。チームワークを重視しながらうまく周囲と協調して成果を出してきたという点は、現段階での日本の転職市場においては重視されることが多いです。面接官からしても、この人は入社後も周りとうまくやっていってくれそうだなと思えた方が安心ですよね。入社後に周りとうまくやっていけるか心配な場合は、もしかしたら人間関係がうまくいかずすぐに辞めてしまうかもなと不安になり、採用を見送られてしまう懸念もあります。周りと協力して成果を出した経験なんてないよと思う方も、もう一度整理し直してみてください。些細なことでも構いません。大事なのは周りと協力できるということが面接官に伝わるということですよ。まとめの前にお知らせです。弊社アクシス株式会社では、転職を前提としない有料キャリアコーチングサービスマジキャリを提供しています。理想のキャリアになるために必要な自己分析やキャリアの棚卸しをプロのキャリアコーチが徹底的にサポートさせていただきます。キャリアに関する悩みを抱えている方、初回限定の無料キャリア面談でお待ちしておりますので、ぜひ概要欄をチェックしてください。また自分の市場価値に不安がある方に向けて、1分で完了する無料の市場価値診断サービスを LINE で提供しています。キャリアに関する有益な情報を発信していますので、概要欄から気軽に友達追加してみてください。今回は面接官が採用したくなる発言を3つ解説しました。1、会社への貢献を前提にしている発言。2、入社後に再現性高く活躍できると分かる発言。3、周りと協力した結果成果を出せたと分かる発言。誤解しないでいただきたいことは、これを言っておけば良いというわけではないということです。言うだけで採用されるなんて言葉があれば、全員転職に成功できますよね。あくまで面接官が採用したくなる、もしくは採用の不安要素が取り除けるという意味での採用したくなる発言です。そうは言っても、今回ご紹介したものは面接官からしたら好印象につながること間違いなしです。自分の立場だけではなく、相手側の立場にも立った上で発言するようになれば、おそらくあなたの転職成功確率は格段に高まることでしょう。今回の内容を参考にしつつ、あなたの人生の軸に沿った転職活動をしていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。